皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎月前半と後半の2回に分けて行っております。今月の前におすすめ漫画紹介やっていきたいと思います。というわけで今回その後半バージョンということですね、今月2月の16日から28日まで発売されるおすすめ漫画全部で、18作品こちら一挙に紹介していきたいと思います。今回発売される主要な媒体っていうのが2つですね、週刊少年マガジン、週刊ヤングジャンプという、これ、いつもはだいたいここのね、雑誌とかに3つぐらい並ぶんですけども、今回2つしかないとね、作品数も18作品というか、いつもより少ないというところでね、正直なこと言うと、寂しめのラインナップかなとは思ってますよね。新作が非常に熱いと。で、ついにアニメ化がね、決まったというね、あの作品もね、発売されるというところで、いつもですね、概要に作品名、今回紹介する、作品ですね、購入リンクとかも貼っておきますんで、気になった作品があったらぜひそちらもチェックしてみてください。またですね、結構大体ウェブで1から3話ぐらいだと無料で読めるの多いですし、まあ、アプリとかだとね、マガポケとかジャンプラ僕愛用してますけれども、そういったのもね、読める作品も結構ありますんで、そういうのを読んでみて、単行本買うかとか決めるとかね、ウェブで読むか決めるとかっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。はい、というところで、早速ですね、まず2月16日発売のおすすめ人気漫画ということで、全部で3作品紹介していきます。1作品目こちらですね。天幕のジャードゥーガル2巻というところですね。これについてこの漫画がすごい、2023女編で、第1位を取ったというところで、僕もこれで1巻読みました。ツタヤで読んだんだったかな、レンタルコミックでね。僕結構レンタルコミック好きだねそう、家でね、こうね、本を買うと家に置くスペースができるわけよね、とかいうところで試す作品とかはね、結構レンタルコミック好きでね、使ったりしてますけれども、天幕のジャードゥーガル、なかなかおもろかったですね。別に女編って言いますけど、別になんか女性向けっていう感じでもないかな。っていうちょっと引き続きこれ読んでいこうかなと思う。楽しみな作品です。はい、であって16日とか2作品目こちらですね。海が走るエンドロール4巻という子はね、これおばあちゃんがなんか大学に入学して映画を作ろうみたいな感じで始まっていく作品ね。漫画賞とかも数多くね受賞してるんですけど、これ2に僕読み始めたんですけど、これもレンタルコミックね、大好きな。おもろいっすね。なんかブルーピリオの実を感じるようなね、感じなんですけど、いや、おもろいっすよ、これ、さすがだなっていう感じで、思ってますけどね。海が走るエンドロール。いいっすね。はい。引き続き、読むのも楽しみだしね。これおすすめですね。はい。さすがね、漫画賞いろいろ撮ってるだけあるなって感じです。で、やって16日だとね、3作品目、16日だとラストですね。それが、こちらというところ。この漫画のヒロインは森崎天音です。3巻というところですね。いや、これね、週刊少年サンデーで連載されてる作品なんですけどね。俺好きですね。天野恵は好きだらけね、作者さんね。根郷一先生の新作っていうところでね。3巻まで来たという、主人公が漫画家を目指してて、で、天音ちゃんっていうヒロインは、もう何としても主人公漫画家になるのを阻止しようみたいな感じでね、なんかいろいろとやるんですけど、なんか最終的になんか応援してるみたいな感じになってね、すごい、なんか僕は好きな、ラブコメって感じなのかな、作品になってます。はい。では、続いて11発売の、おすすめ人気漫画という、これ全部で、11作品紹介していきます。1作品目こちらです。1作品目。ダイヤのエースアクト2 33巻というところね、いきなり終わってしまったダイヤのエースですが、これはまだ最終巻じゃないかなっていうところでね、マガジンってね、なんかすごい終わりがする作品が多いんですけれどもね、ベイビーステップの時とぐらいから持ってましたけどね、子供7年目も僕は同志だと思ってましたが、まあここ最近だとね、東京リベンジャーズとダイヤのエースと、寺島先生はね、いろいろ事情があるというと、まあ、ちょっと、東京リベンジャーズは全くわからないんですが、まあ、ね、ですね、もっと続きは見たいっていうのは、とか、こっからだっていうのは正直なところなんですがね、ひとまず、33巻発売となります。では、続いて、2作品目ですね、2作品目のことです。ガチアクタ5巻というところでね、これ、週刊少年マガジンで連載されてる作品という、これ、なんかいまいち最近僕はあんま、こう、面白みを感じれてないんですがね、まあ人気作という、こうね、紹介させていただきました。で、最近やばいね、マガジン僕もう3週連続で読んでないかもしれない。てか、マガジンってか、雑誌ね、やばいよ。読みます。はい。で、やって17日発売3作品目、こちらですね。女神のカフェテラス9巻という、これ、ついに、ね、来期からアニメが始まるという、これ、手塚プロマジ頑張ってくれという、ところね、もう今期のね延期ラッシュを見せたら手塚プロが何をしてきてももう不思議ではないという状況になってきましたがね、どんなものを見せてくれるのか、
や本当にこれ好きなんですよ僕。つい単行本買い始めたからね。これあの瀬尾先生ってラブコメ王なんて言われるね、あのマガジンでもねもう大御所になるのか、先生ね作品ですけど、ちょっと後藤版の名前っぽいね、5人披露に出てくるんですけど、いやこれいいんですよ、なかなか面白くてね好きなんですけど、アニメは楽しみにしてきますよ。はい、では続いて17日発売4作品目はこちらです。不滅のあたり19巻っていう、これ今アニメ2期も絶賛放送中というか、アニメ1期あんだけ話題になったんですけど2期はなかなか厳しいなっていう感じですかね。まああのアニメの方も面白いですけど、原作がまたなんか不思議な感じになってるんですかね。まあ引き続き読んでおります。はい、では17日発売5作品目のことですね。彼女も彼女14巻という、これなんとも尊いねあの表紙という、これ彼女も彼女もそろそろ終わるんじゃないかという枠が出てましたけど、最近読んだけどどうなったんだちょっと早く、まあね久保さんもね読んでないうちにもう最終回の原稿書きましたって先生がねツイートしましたけどね。だんだんてかどんどんですよね、やっぱ好きな作品もね、まあ始まりがあればしたら終わりもあるというところでね、まあ、最近は漫画界がねなかなか厳しいというのは結構話題になってて、いい作品が出てきてねっていうのがあって、そうなんだよ、もうこのねぶっ飛ぶレベルの面白さなかなか出てきてないっていうのは正直なところですよね。彼女もねアニメ1期もありましたよね、非常に楽しみに待ってます。はい、では続いて17日発売6作品目こちらですね。彼女お借りします30巻っていう、こうね、おー、このラフな千鶴姫がなぜこんなに尊いのかっていうところで、カノカリでございます。カノカリもいつの間にか終わっちゃうかもしれないからな。すごいね、30巻続いてるのかっていうところで、ラブコメって言ったらね、やっぱ、後藤の悩みぐらいのね、14巻とか15巻ぐらいが長さが正直ちょうどいいのかなと思ってて、それ以上続くとなるとね、やっぱちょっとドロドロした展開結構ありがちなんよね。うん。っていうところで、まあカノカリとかはね、ね、ドロドロするタイプで、まあ、かぐや様とかもね、ドロドロする系、まあ、ドロドロするとこもあったか、かぐや様。まあまあ、っていうところでね、まあちょっと引き続き読んでいきたいと思います。はい、アニメ3期か。楽しみでございます。はい、では続いて17日発売7作品目、それがこちらですね。四季咲姉妹は暴かれた4巻という、これ週刊ヤングジャンプ連載中の、新作というとこで、バルラブ作者さんがな、朝倉先生の新作というとこで、なんか進行がね、なんかもともと探偵だったかな、なんか転生してでなんかね、死んだかなんか転生して、なんかもうド変態初太探偵みたいな感じでやっていくんですけど、結構面白いですね楽しく、読ませていただいてます。はい、では17時代と8作品目こちらですね。シャドウハウス13巻というこれシャドウ派ですね。アニメ3期は厳しいか。シャドウハウスどんどん確信に近づいてきているという、これ週刊ヤングジャンプ連載中ですけど、引き続き楽しみでございます。では続いて9作品目こちらですね。ジャンケットバンク10巻という、これ最初ね、これ読み始めた時なんかとんでもなくおもろいの来たぞと思ったんですけど、最近もおもろいんだけどね、なんかあの最初のあの時の高揚感はないけど、アニメ化とかしたら序盤もかなり盛り上がるんじゃないかなと思ってますね。これ面白いですね。まあなんかデスゲーム的なのをやる、まあなんかね、ギャンブラーたちみたいな感じの作品なんですけどね。うん、面白いですね。はい。では続いて17日発売10作品目はこちらですね。ゾン100ゾンビになるまでにしたい100のこと13巻で、これこの前アニメ化発表されてましたが、かなりなんかね、注目を集めてたんじゃないかなというところで、アニメ化の方も楽しみに待ちたいなと思っています。はい。では続いて17日発売ラスト11作品目はこちらですね。明日私は誰かの彼女、アスカの、13巻ですね。17日発売というところで、アスカのはおもろいですね。なんかドラマもなかなか好評あったみたいですけどね。これ最高に読めるんですけど、マジで読んだ方がいい。俺もね、結構えげつない作品ではあるんですけどね。まあ、いろんな主人公というか、時間軸というのかな。いろんなね、キャラをこう主体に置いて、何章みたいな感じで描いていくんですけど。面白いですね。これ引き込まれるし、結構のめり込んじゃう、このなんか中毒性というのかな。うん、引き込まれるものがあるね。これで、いろいろ刺さってくるんですけど、面白いですね。はい。いよいよもう最終章かな、今ね。うん、っていうところでね、最後まで楽しみです。はい。では、次、20日発売ですね、おすすめ人気漫画全部で1作品ですね、紹介していきます。それが、そうですね。ただでは抱かれません3巻という、こうね、エロ漫画ですというところで、ヤンマガウェブで僕ね、読んでるんですけど、初めての旅行がこんなエッチになるなんて、10巻連発、お金かけるエッチかけるユニ物語というか、まあ、そんな感じです。ただじゃなくてね、まあ、お金を、まあ、払われるから、まあ、しょうがなく、みたいな感じなんですけど、まあ、これ、エッチですけどね、好きな作品です。はい。では、22日発売の、作品、1作品紹介していきます。それが、
来ました。ご注文はうさぎですか、獣か、心ぴょんぴょん待ち。これわかんない人いるでしょう。もうお中さん見てみてください。もうね、日常アニメ沼にハマるのがそれでそれさえというところね。ご中さんは4期来ないんですか。心ぴょんぴょん待ち考える。もうすぐなんかね、完結も近いみたいに来ましたけど、ご中さんね。でも本当僕これを機に日常アニメハマったと言っても過言ではないぐらいなんですけどね。いやアニメ4期も楽しみに来てほしいなと待ってます。はい、では25日発売1作品のみ紹介していきます。それがこちらですね。薬屋の独り言11巻で、まあ10巻の表紙になってます。その点ご注意くださいというところですが、ついにアニメが決まりました。おめでとうございます。ようやく来たか。もうなんかね、なんかあんじゃねえかと思うぐらいアニメが決まんなくて、もうめちゃくちゃ売れてるんですよこの作品。これ何万、なんかね、これコミカライズラノベ原作なんですよね。なろうかこの作品ね。うん、っていうとこで、そう、なんかアニメ化しないのがなんでなのかぐらい。累計部数が何部だったっけ。1800万部昨年7月時点でシリーズ累計1800万部ってもう意味わからんぐらい売れてんすよ。あ、やっぱナロー原作なのか。うん、中華ファンタジーみたいな感じですね、この作品。そう、高級ミステリーみたいな感じか。うん、っていうとこで、すごいな。シリーズ累計1800万。で、なんでアニメがしねえんだろうってずっと思ってたんですけど、ようやくのアニメが決まったという、こうね。めでたいね。どんぐらい出てた？全然情報まで出ないか。アニメが決定、ティザービジュアルや、東方アニメーションスタジオと OLM がタッグを組みアニメーション。あ、これは期待していいんじゃない？アニメーション。あ、いいね。あ、いいじゃないですか。結城葵さんやんだ。これは来たな。シリーズ累計は2100万を突破してるって。中世の東洋を舞台に毒味役の少女が宮中で起こる様々な難事件を次々に解決すると、大人気高級謎解きエンターテインメントというところね。これは楽しみだな。いや、これはかなりね、めちゃくちゃ効率高いんじゃないですか。でね、これ問題があって、俺読んだことある人います？僕ね、実はこんだけ人気ってことコミカルで読んだんですよ。合わんかったちょっと俺笑い事じゃないかもしれないけど、マジで合わんかったです。結構だ女性向けなような僕はイメージを持ってるんですけどね、この作品実は。まあでもアニメで見たらめちゃくちゃ重いっていう感想やっぱあるわけで、やっぱこんだけ人気だしね。別にアニメを途中で見るのやめる。コミカライズはね、もう結構読んだね。もう3回ぐらい読んだんだかな、うん、っていうところですけどね。まあアニメ楽しみに待ちたいなと思います。はい、では続いて今回紹介していく最後かな、ラストということで、28日発売青足という、これ31巻ですね。これまあ30巻の用紙にご注意くださいという。青足読めてねえな。青足もね、やっぱアニメねヒットしましたけど、やっぱ今ブルーロックがすごいね。ブルーロックの効果でまた青足も売れてんじゃないかなと信じたいところですけどね。いやでも青足もやっぱ改めてね、まあ結構やっぱブルーロック今本当に人気ながら、青足もおもろいねとか、青足と比較してどうみたいな話結構なるんですけど、やっぱめちゃくちゃ青足もおもろいよね。結構やっぱね、この先全然違いますね、青足もブルーロックもね。うん、むしろなんかさ、同じサッカーなんだけど、こんなに違ってこんなにそれぞれ面白いのかっていうぐらい、やっぱ青足もめちゃくちゃ面白いし、アニメのクオリティもね非常に高かったんで、ぜひね、見てない人、アニメからでも漫画からでも超泣けるし、もうめちゃくちゃ面白い、熱くなれる作品でね、ぜひ、読んでいただけたらと思います。はい、という感じで、今回の動画は2月の後半に発売されるおすすめ漫画全部で、18作品の紹介は以上となります。このお時間ありがとうございました。またね、次回以降も引き続き、毎月2回ですね、今月のおすすめ漫画紹介やっていきますね、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。ぜひね、皆さん、それ今回の、動画に対する感想ですとか、皆さんのまた一押し作品、僕が紹介したい中でもこれが発売されますねとかね、あとぜひコメントいただけますと嬉しいし、またね、冒頭で見ましたけど、今回紹介した作品全部ね、概要欄に購入リンク貼っておきますので、気になった作品があったらチェックしてみてください。なので、新作ね、いい作品が出てるんじゃないかなと思いますしね、ついに薬屋の人のアニメが決まった、ゾン役とかもアニメが決まったというこうね、そういった作品も非常に楽しみに待ちたいなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上としていきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。